はい、アキラです。アプリアのね RX125 のメンテというかね修理をしていきたいと思うんですけども、これねこのウインカーはね結構飛び出てんだけども、今までね散々これぶっ倒してねこれカッコ切ってこう折れるんだけども、これまた押し戻せば元に戻るってたんですね。さすがにねこの間岩場のところで繰り返したらやっぱりレンズ割れちゃったんですね。でこれねこういうもん買ったんで、もっと小ぶりのウインカーをねに変えれば、まあ、簡単には折れなくなるだろうっていう、まあ、こういうもんを売ってたんで、こういう感じでつければいいのかね。まあ、まあ、ついでにこう4つあるんでねフロントも、まあ、交換しちゃいたいと思います。これ見たらね配線がこう来てこう来てカプラーがここにあるんだね。こっちの配線がね、まあ、これぐらいの 長さなんでここで切っちゃうんでしょうがないね。よし、一応結構簡単についたね。これ元から2つ穴開いてるからね、まあ配線途中で切って煮干しでつなげたんだけど、これでつくかね。よし、お、あれちょっとねワット数違うんだろうなこれな、やばいな。こっちがね10ワットなんだけどこれ何ワットなんだろうな、7ワットぐらいかねこれね。これでね前後ともウィンカーがつきました。一応これフレーキシーブなんでね簡単には折れないという話なんだけど、でもこのレンズは割れそうだね、これボーンといったらね。こっち側もつきました。ウィンカーがね完全にこれハイフラ状態なんでね、今時珍しい。まあこれじゃちょっと恥ずかしいんで、デイトナでねウィンカーリレーを売ってたんですね。これワット数関係なしにね一定の、まあ、点滅回数になるっていうやつなんだよね。でまあこれ言えるんだったら、まあせっかくだからねということで LED にしちゃいましたね。買っちゃいました、安いんでね。これね、あ、回して撮るんだねこれね。最初どうやって撮るか分かんなかったんだけどね、ネジで回すだけだったみたいだね。でこれ引っ張れば抜けるんだね。これウェッジ9つって引っ張れば抜けるやつだね。これをこうすればいいのか、よっと、これで入った。あれなんか玉かいただけだけども、なんかそこそこの点滅数になったんで、これねこれなんか抵抗かなんか入ってるやつなのかな。とはいえねリレー買ったんだから、まあせっかくだからつけてみましょうか。でこれねリレーどこに入ってるのかと思ったらね、この辺にあるんだね、後ろの方にね。なんとこれだとここに出てくるのがね、これがウィンカーリレーだね。これなんか端子の形がほとんど一緒だからね、うん、なんかそのままつきそうだね。これでもう OK だね。ああ、まあ、こっちの方がつき方が自然な感じだね。まあ普通のウィンカーっぽくなるから、まあこれでよしとしましょう。まあこれでいいか。ということで無事装着できました。